ドンキーコング。あの任天堂を代表するマリオと、ドンキーコングの初登場作品は、アーケードからの移植作品でした。内容は、ドンキー、ゴリラ、に、さらわれた彼女を救うために、後にマリオと名付けられる彼が、樽や敵をジャンプでかわし、たまに出てくるハンマーを持つと、叩きまくれるので百人力だと思います。しかし、調子に乗っていると、頭上から樽のきつい一撃を、もらうことになります。また、上に上がるほど、ドンキーコングの攻撃間隔が、短くなるので、ノリだけではあっという間に、樽や敵の餌食になります。シンプルなので、地味なゲームですが、当時はめちゃくちゃ面白い、と思ってプレイしていました。やっぱこのシンプル感が、たまらないですよね。アーケードでもあった一面の、ショートカットの裏技が、ちょっと違う形となりましたが、可能となっています。最初のはしごのところで下に行けるのですが、超シビアなのでなかなか決まらないですね。ドンキーコングジュニア。こちらも、ドンキーコングシリーズで、アーケードから移植されました。マリオがまさかの悪人になって、ドンキーコングをさらうという、衝撃の展開に前作を知るファンを、動揺させました。内容は、息子ドンキーコングジュニアが、固定画面に吊るされたツタを登って、助けに行きます。ツタは、両手持ちと片手持ちができて、片手だと飛べるので敵の攻撃を、かわしやすいですが、ゆっくりしていると下からハエに、小疲れて真っ逆さまになります。また、両手持ちでは素早く登れて、なんとなく楽しそうですが、今度は上からの敵に頭突きを食わせる形で、自爆するので巧みに相手の動きを読むのが、楽しいです。また、グラフィックも、ジュニアだからおむつをしているのが、かなり芸が細かいです。マリオやドンキーコングのルーツを、知りたいゲームファンプレイ必須な作品です。また、お子様にも安心して与えられます。都会、60年代、80年代にかけてよく放送された、都会というアメリカのアニメを題材とした、シンプルなゲームです。内容は画面固定なフィールドを、ライバルのブルータスをかわしながら、オリーブの出す音符等を集めます。都会は基本的に自分から攻撃はできず、ブルータスに捕まるとミスになります。しかし、画面端にランダムに出現する、ほうれん草缶を取ると、おなじみな曲がかかり逆襲できます。少し遠いところにいる場合、無理やり追いかけているうちに、無敵が切れて振り返りざまに捕まる、なんてこともありますよね。アニメを見たことある人はもちろん、親子で気軽に楽しめる作品ですし、そのままアニメ版都会を、見るのも楽しいです。この作品は当時ひたすらプレイしていて、何周したかわからないぐらい、プレイしていました。昔アニメも見たことはあるのですが、どんな内容だったのかは全然覚えていないです。ほうれん草を食べると強くなることだけは、覚えているんですが、都会の内容を覚えている人いますか？五目並べ、ファミコンが登場した黎明期に、同時に発売されたソフトです。囲碁盤で行われる、五目並べを、題材にしていて、ルールもほぼ同じです。また、そのままやると先手が、圧倒的有利になりますが、このレンジュでは、禁じ手があって、それを打つと自動で、負けが決まります。なので、友達との対戦がとにかく熱いです。熱くなりすぎて、ルールを忘れて、一発アウトで頭を抱えました。また、シングルでも、コンピューターがかなり強いので、子供が全く立ち打ちできず、人生の厳しさを体感できたようです。親子でも楽しめるので良いのですが、今考えると親として、子供に五目並べで負けられないですよね。しかしルールが単純なだけに、結構いい勝負になってしまうんですよね。自分は親とは対戦しませんでしたが、友達との対戦でもかなり熱くなりました。こんな単純でハマるゲームって、
すごいですよね。麻雀、ファミコンが爆誕した時と、ほぼ同じくして発売されたソフトです。おそらく家庭用として、一番初めに出された麻雀ソフトです。内容は、コンピューターとの対戦のみで、シンプルにコンピューターと麻雀を、打ち勝利を目的としています。難易度が3段階から選べるので、初心者や子供でも見よう見真似で、遊べるのは楽しい思い出です。しかし、上級者になると、その本性が現れて、一方的に上がられることは、よくあります。このゲームで麻雀を覚えて、当時の営業の仕事がうまくいった人は、いたかもしれませんね。今でも、麻雀の基本ルールを、知りたいならプレイ必須な作品です。あとポーズボタンを押した時の、コーヒーブレイクが個人的には好きでした。友達でも持っている人は、結構いましたが、これって親が欲しくて買ったんですよね。子供が麻雀ゲーム欲しい、なんて考えにくいですよね。マリオブラザーズ、あのドンキーコングジュニアでの、悪行三昧から一転して、初めてマリオという名前をいただいた、作品です。こちらもアーケードゲームからの移植です。固定画面ですが、突き上げられる床と、敵がたくさん出てくるのはお馴染みですが、スーパーマリオのつもりで、うっかり上から飛び乗ろうとすると、ミスになるので要注意です。実は、倒すには、下からジャンプして、床ごと突き上げ敵をひっくり返して、ぶつかる、蹴っ飛ばす、のです。また画面中央に、パウブロックがあって、それを突き上げると、画面全体の敵を、一定時間気絶させられます。しめしめとゆっくり動いていると、起き上がった亀に追いかけられたり、ぐっかり下から突き上げて、起こしてしまうことも多々あります。マリオのファンなら、親子で先祖参りするのもありです。当時は超速いピンクのカニに、ピンクパンサーってあだ名を、つけていました。キャラにあだ名をつけていた人いますか？あと友達とプレイしていると、協力プレイのはずが、いつの間にか違う方向へ進んで、喧嘩になることも、ポタイの英語遊び、あのポタイを題材とした、チークソフトの先駆けとなった作品です。ゲームの種類は3種類あって、基本は画面内に散りばめられた、単語を揃えてお題に答えて行きます。画面上には、ブルートとスウィーティーがいて、間違えるたびに、ブルートがスウィーティーを、パンチングボールで端に追いやるのには、動揺しました。それで間違えることも良き思い出です。10問間違えたら終わりで、その後結果はオリーブからのハートで、わかります。うまくいけば、答えがハートで、囲まれるおなじみな絵になりますが、間違えすぎると、なんとブルートが、囲まれる不本意な画面になります。ノーヒントなモードでは、馴染みの薄い単語が出てくるので、苦労しますが本当に、自分の頭の血肉となる良い教育ゲームです。ベースボール、あのファミコンと共に生まれ、任天堂のスポーツゲーム及び、あらゆる野球ゲームの原版とも言える、非常にシンプルな作品です。ピッチャーでの投球と、バッティングはできますが、守備はオートとなっています。この守備がもたもたしているときは、ちょっとイラッときますが、結構楽しめるゲームとなっています。チームは6個あり、セリーグの頭文字を使い、チームのカラーも、それに合わせた色となっています。個々の選手に設定はなく、ピッチャーの右投げや左投げは、ランダムに決定されていて、現在のゲームと違い、ピッチャーにスタミナの概念はなく、何球でも投げることが可能でした。一人用でも面白いゲームでしたが、二人で対戦すると、かなり熱くなります。しかし1コンが有利な部分があり、何が有利かというと、このゲーム投球中にもポーズがかけれるので、ポーズボタンを使い打つタイミングをずらしたりと、卑怯な技が使えるんですよね。これは友達をなくすので、おすすめできない技ですねわら。これ裏技で、
追加コントローラーを挿す端子のところを、鉛筆で触るとポーズがかかり、スーパー変化球が投げれるのですが、本体が壊れる恐れがあるので、絶対にやってはダメですよ。ドンキーコングジュニアの算数遊び、あのトタイの英語遊びと並んで、チークソフトの先駆けとなった作品です。今回は、ドンキーコングジュニアのシステムで、ドンキーコングから出されるお題を、ツタを上り下りして数字を集めて、答えを出します。音楽や動きは完全に、ドンキーコングジュニアなので、ファンはそのまま楽しめます。意外と、制限時間が短くて、慌ててうっかり穴に落ちたり、敵に邪魔されることもあるので、計算以上に苦しみます。また、対戦もできてこれはお題を、先に解いたら勝ちで、相手を妨害することもできるので、リアルファイトに陥る場合もあるので、いろいろな意味で熱いゲームになります。意外とシンプルな足し算は、頭も使うので大人でも楽しむことができます。しかできないプレイをしない。